投打に躍動し、週間 MVP に選ばれた大谷翔平、ロイター、米大リーグ。は9日、日本時間10日、週間 MVP、4月2日から8日、を発表。ア・リーグはエンゼルスの大谷翔平投手、23、ナ・リーグ。は、パイレーツのジェームソン・タイロン投手が選ばれた。写真、ベンチでナインの激励に応える大谷。大谷は本拠地デビューとなった3、1のインディアンス戦から、8番、指名打者、として3試合連続スタメン出場。3試合連続本塁打をマークするなど打率4割6分に、イン、13打数6安打、7打点をマークした。本拠地初登板となった8日のアスレチックス戦では7回1失までパーフェクトに抑えるなど12奪三振1安打無失点。今季2勝を挙げた。日本人選手の新人での受賞は野茂英雄、松井秀喜、松坂大輔以来4人目。23歳、1年目の4月中の MVP 獲得は日本人選手最年少&最速となる。大谷は球団を通じて、アメリカンリーグのプレ、ヤオブザウィークに選ばれて、光栄です。支えてくれた球団スタッフとチームメイトに、お礼を申し上げます、とコメントした。